バウアーの米軍お帰りツイート、記事になりだす。元 DNA バウアー選手、日本で3人死傷事故を起こした米海軍兵の仮釈放を、お帰り、と祝福、野球ファン、さすがに無理、と怒り、2人死亡、日本で自動車事故を起こした米軍将校の釈放にバウアー、ウェルカムホーム、発言、ファンも、がっかり、批判殺到。どうすんのこれ、あれに反応するってやべえだろ。過去動画で詳細知った上でずっと指示してたのバレてて草も生えない。日本に残るという退路を断って MLB 一本で行く覚悟を示した。始まったわね。もう日本で野球できないな。日本でこいつときた球団は終わりだよ。バウアー目線やと冤罪ふっかけられた上に仮釈放は権利やと思っとるんやろうけどな。たとえ加害者家族と仲良かろうがおめでとうは言うべきじゃなかったわ。主役がいたら最初に被害者家族にお悔やみ申し上げますって付け加えてから話したのに。ヤフーニュースで取り上げたのだ。バウアー獲得にソフバンが動き出したかな。野球がうまければ何でもいいなんて考える球団があるのが残念だわ。バウアーが MLB で嫌われてたから追放されたってのが今回の件で日本人も痛感したやろ。2022年からこの件応援してたんやって。これで横浜はバウアー取り勇気がなくなった。なんで日本で働いていて日本とアメリカが関わるセンシティブな問題に躊躇なく踏み込めるのか不思議でしょうがないわ。個人的に連絡したらええだけやしな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。